説、節南大学ブルークラッシュは、説南大学体育会に所属するアメリカンフットボールチームである。1975年創部、1979年、関西学生アメリカンフットボール連盟加盟。ブルークラッシュブルーは、空や海、宇宙など無限に広がる可能性の象徴として、クラッシュはみんなが集まって夢中になっている様子。 名詞で言う群衆の状態を表している。フットボールで例えると密集で英知を絞るハドルの状態を意味する。ブルー、クラッシュとは小さく集まったハドルで入念な作戦を練り、大きな可能性へ向かって、それぞれが羽ばたいていく様を言葉にしたもので、可能性への挑戦とも表現する。1979年に近畿学生リーグ戦に初参加。 1985年に加盟校の増大により、リーグが三部制に再編成、関西学生三部に自動降格。1994年に入れ替え戦で大阪教育大学に勝利し、ディブに初昇格。1997年には北陸ボールに出場し、金沢大学に24の13で勝利するなど、躍進が期待されたが、2002年の入れ替え戦で、 岡山大学に敗れ DIV3 降格。2008年の入れ替え戦で天理大学に勝利し7年ぶりに DIV に復帰。しかし2009年には岡山大学との入れ替え戦に敗れて DIV3 に降格して以降2010年も DIV3 での残留が続いている。説南大学体育会アメリカンフットボール部ブルークラッシュ説。 南大学体育会アメリカンフットボール部ブルークラッシュありがとうございます。